そ。どうしたの？セキュリティレベル5だ。カード5は持ってない。困った。なんだ、意外と弱いのね。はい。どうして？少しは私を見直した？もっと早く言ってほしかったな。本当言うと、持ってるの忘れてたの。聞いていいか？何？高いところは苦手か？嫌い。水の中よりはマシだけど。どうしてそんなこと聞くの？これからはしごで下に降りる。どれくらい？ほんの少しだ。さっきもほんの少しって聞いたけど。40メートルくらいかな。行けるか？ダメって言っても連れてくんでしょ？足の具合は？大丈夫。だいぶしびれが取れてきた。一人で歩けるわ。よし、俺の後についてくるんだ。綺麗な夕日。再び太陽を拝めるよう頑張ろう。敵兵にガンサイは見つからずに進むのは無理だろうな。人一人取るのは限界だ。エマ、体重は？いきなり失礼ね。君一人なら当たれそうだな。こちらライデン、聞こえるか？ああ、どうした？エルキャック下部に到着した。今から海面を渡るところだ。エマは歩けそうか？彼女なら大丈夫だが、浮き橋はかなり脆そうだ。エマ一人しか渡れそうもない。オイルフェンスだからな。サイファーと見張りが数人いる。ライデン、PSG-1 を持ってるだろう。ああ。そこから狙撃するんだ。なるほど。ここは狙撃ポイントに最適だな。エマがE脚まで渡りきるのをサポートするんだ。俺もE脚まで行って援護する。それはありがたい。狙撃の腕に自信は？大丈夫だ。このシチュエーション、VR 訓練で経験済みだ。アドバンスドモードの PSG-1 レベル4。また VR か。いいか、彼女を傷つけるんじゃないぞ。すでにアーセナルへの退避が始まっている。敵兵は最低限しか残されていないだろうが、気を抜くな。地形から考えて人数をカバーするためにクレイモアを仕掛けている可能性が高い。サーマルゴーグルでよく調べてみろ。わかった。今からE脚へ向かう。エヴァ、聞こえるか？ええ。俺がここから君の進路を切り開く。どうやって？狙撃だ。私に当たるんじゃ。俺を信じろ。私泳げない。海に落ちたら？もう泳げる。いや、さっきは泳げた。分かった。準備はいいか？よくなくても行ってもらう。さあ行くんだ。君ならきっとできる。Oh!
ライデン、エマが刺された。なんてこった。傷はどうなんだ。意識はしっかりしてるが、出血がひどい。すぐそっちに運ぶ。いい。ライデン、ディスクを持って早く来てくれ。時間がもうないかもしれん。わかった。スレイク、そっちの状況は？エマが GW の自己防衛機能を一時無効化してくれたらしい。あとはお前のディスク待ちだ。急いでくれ。エマの体力が持ちそうもない。出血がひどいのか？ああ、早く来るんだ。敵の心配はいらない。奴らアーセナルに乗り込んだようだ。もう誰も残っていないはず。わかった。エマは内臓をやられてる。出血もひどい。兄ちゃん、ここにいるよ。ディスクは下準備はエマが全部やってくれた。あとはディスクを入れるだけらしい。これで AI にウイルスが侵入する。うまくいってるのか。エマを信じろ。抗体エージェント。くそ、接続が断たれた。ウイルスは全部入ったのか。いや、表示は 90% で止まってる。オタコン、エマを間違うわけがない。だがワームクラスターの一部が改ざんされていたのかもしれない。エマの手を離れた後に愛国者たちが。ウイルスはちゃんと機能するのか。わからない。お兄ちゃん、うまくいった？あ、心配するな。それでお兄ちゃんの家系に仲間入りしなくて済んだ。そうだな。ウイルスが効かなかったらあれを破壊する。もしくはソリダスたちを倒すしかない。どうやって乗り込む？いくら俺でもあいつには潜入できない。中から手引きでもしてもらわん限りな。お兄ちゃん、私本当は。なんだ？会いたかった。僕を恨んでるんじゃ。私、お兄ちゃんを困らせるつもりなんか、苦しめるつもりなんかなかった。アーセナルに関わったのもお兄ちゃんの歩いた道をなぞってお兄ちゃんに近づきたかったから。振り向いてほしかったのはお兄ちゃんに、一人の女として。いい、それはできない。そんなに正直に否定しないで。辛い。悪かった。最後にお願い聞いてくれる？何？名前呼んでくれる？エマって。え？私をエマって呼んで。
いいじゃダメかい。エマ聞こえないのか。僕が君の前から去った理由はあの事故じゃない。僕は君のお母さんと関係を持ってたんだ。誘惑された。そのままずるずると親父の事故、あれは自殺なんだ。全て僕が悪いんだ。許してくれ。上部からの退避を開始せよ。ここを切り離すつもりだ。どうなるんだ。沈む人質を何とかしないと。カモフの整備は済んでる。全員は乗れないぞ。乗れるだけ乗るしかない。彼女も連れてはいけない。これよりカウントダウンに入る。ビッグシェル上部に残っている者は直ちに退避エリアに入れ。いつも僕だけが生かされる。なぜなんだウルフ。オタゴン、人質を頼む。君たちは。俺たちは乗らない。俺たちはあれに乗る。ウイルスが発動しなかった場合、海に沈める。僕が変わりたいよ。お前にはお前の役目がある。分かってる。僕には荷が重すぎる。違う。人質を救えるのはお前だけだ。分かるな。あれを二人の力で破壊するのはおそらく無理だ。奴らを排除するしかない。人質を頼むぞ。重量オーバーでも何でもいい。岸までたどり着けばいい。任せてくれ。
もいつも一人だった。いつも孤独だったんだ。愛情に飢えてた。誰かに愛されたかった。いつもそれを思い描いていた。それを待っていた。でも違うんだよ。人から愛されるのを待っていてはダメなんだ。僕たちでも人を愛せるんだ。僕は4年前、それがようやく分かった。幸せな家族を羨むんじゃなくて、幸せな家族を作ることができる。それが分かったんだ。僕は愛することを学んだ。エマ、君も人を愛せるんだ。大丈夫なのか、あいつ。やつは強い男だ。必ずやり遂げる。どうやってここを開ける？いいぞ。忍者、どうして？あれは発信してしまう。お前にはまだやってもらうことがある。今度こそ。しかし、スネーク、どういうことだ？ライデン、悪いが眠ってもらう。動くな！裏切った。裏切る？一度も仲間だとは言ってないぞ。くそ。お前は。さあ、覚悟はいい？